皆様こんにちは。本日は慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所の公開講座ということですが新型コロナウイルスの問題がありまして無観客試合ならとは言えませんけども無観客公演ということで実際には数名いらっしゃってくださってますけども本日は社会と向き合うジャーナリズムということで えお話しさせていただきたいと思いますよろしくお願いしますえっと、本日この講演会の講師を務めます慶応義塾大学でジャーナリズム論とか政治コミュニケーションのマスコミュニケーション論を専門としております大石と申しますよろしくお願いいたしますでは本日初めにですね最初にやはりどうしても触れざるを得ない コロナ報道ということ新型コロナウイルスの感染に伴って、えー、日本限らず世界のさまざまな国でジャーナリズムメディアがある種総動員されてこの問題について報道しているということですけどもそれをここでは総称してコロナ報道という言い方をしますけどもこの問題について導入としてお話しさせていただきたいと思います。 まず、コロナ報道ですけども、これはですねニュースバリューは言うまでもなく、非常に高い問題ですね。どのメディアもこの問題を抜きに、今のところ、語ることは、今、今日は6月の上旬ですけども、語ることは当然できないということでございます。で、それは言うまでもなく、人々の安全安心に直結する問題であるということは言うまでもありません。 でも考えてみますと果たして今生じているこのコロナ報道というものが後世後に振り返後の時代から振り返ってみた場合に、えー、あるいは皆さんがあと10年20年後にこの問題報道を振り返ってみた時にどのような映像どのような絵ですね絵柄図柄が残るだろうか。それを考えてみ 見ていいいたただきとと思まますす申しますのも私もここ30年ぐらいあるいは40年ぐらいの間に非常に大きな世界的な事件を特に日本社会の中ですけども体験してきましたで一つは1995年の地下鉄サリン事件と阪神・淡路大震災です。 でこれは非常に印象的なシーンが残っています阪神・淡路大震災の場合には、えー、阪神高速道路が、えー、こう倒れてしまった倒壊してしまった状況ですねそれから地下鉄サリン事件の時には非常に多くの,その地下鉄でサリンを吸ってしまった方々が、えー、駅から出て地下鉄の駅から出て苦しんでいる姿ですね。 これが鮮明に私の頭の中に残っていますそれから2001年これは日本ではなかったんですけども同時多発テロが起きましたで、同時多発テロはアメリカのニューヨークの国際貿易センタービルに2機の飛行機が突っ込んでったあの情景は繰り返し繰り返しテレビで報道され放映され私の脳裏にやはり焼き付いています それから直近ですけども直近といってもまあもう10年近く経ちましたけども東日本大震災ですね2011年でこれは言うまでもなく、まあ、その大きな地震それから津波それから原子力発電所の、まあ、あのような大災害ですね原発事故でそれがそれぞれみんな印象な画像として 絵柄として図柄として私は記憶していますしそれは私だけではなく日本社会においてもいわゆる集合的記憶あるいは国民的記憶9.11の場合同時多発出る場合にはまさに世界規模での記憶ということで残っています。では戻りまして今回のコロナ報道は何が残っているか。 もちろん本当に悲惨なかわいそうな医療崩壊が起きた病院の様子というものは何度も報道されましたしそれ以外にも印象に残るシーンはありましたでもしかしこのシーンがこの映像がコロナ報道をコロナ新型コロナウイルスの問題を象徴しているというものがなかなか 思い浮かべることが今の段階ではではきませんというのは非常にニュースバリューは高い高いけれども逆に言うとメディアやジャーナリズムは非常にこの取材がしづらい取材することが難しい出来事事件だったということが言えようかと思いますでジャーナリズムの今回のコロナ報道についての機能どのような働きをしたかと言いますと 非常にこれは逆説的ですけども通常の、えー、社会の問題を見つけ出しそして取材し編集しでニュースにして出すという一連の過程の中で非常にこのニュースの素材というものを発見しそれについて徹底して調べ上げ取材するというのは難しかった難しい事件なんではないかと思っています。で一つは 先ほどちょっと触れたように現場が見えづらいといととうこでですで、えー、新型コロナウイルスというのはまああの顕微鏡みたいなああいうんで見ればあまあ、それらしく姿形が見えるんですけども非常に見えづらいでその引き起こすいろいろな問題は見えるんだけどもその原因と ととなななななっっててていいいいるもののががなかなか立ち現れこここ我々の知ってに入うありますでしかも医療崩壊が起きたといっても日本とこはこれ特にこれは日本の場合ですけどもなかなか病院の中に例えばカメラを持ち込むことが難しいです、ね、集団のクラスターができてしまって医療の現場の方たちが大変なご苦労をされているという話はいくらでも出てくるんですけども。 その現場というのはなかなか取材しづらいということがあります。ましてやその病気で苦しんでいらっしゃる方が何かの,この著名人が自ら進んでそのスマートフォンなんかで映像を出したという例はありますけれどもそれはごくごく例外的でほとんど何がどう起きているのか。もちろん病病気伝染病 という性質はあるにせよ特そういう類の災害と言えるかもしれませんけれどもそれだからこそ非常に現場が見えずらかったということが言えると思いますそれからやはり科学専門情報を扱うニュースだ出来事だったということが言えると思いますですので最初の頃はこれは何だった何なんだろう 専門家の方たち、あるいはにわか専門家の人たち、コメンテーターを含めて、いろいろなことをがメディアを通じて伝えられました。中にはフェイク情報も飛び交いました。偽の情報も飛び交いました。でも、その科学的専門性が高いがゆえに、これは確か原発報道の時なんかもそういうことがあったと思うんですけども、 果たして非常事態宣言は出した方がいいのか出さない方がいいのかです、ね、日本の場合ですとその学校の閉鎖はした方がいいのかしない方がいいのかです、ね、じゃあ緊急事態宣言を出した場合にそれを解除した方がいいのか解除しない方がいいのか PCR 検査をした方がいいのかしすぎちゃうと異常崩壊を起こすからやっぱり一定の抑制を持ってした方がいいのか。 ジャーナリズムは両論兵器っていうことをよくやりますけども両論兵器をしたところで何もそこで次のある正解が見えてこないです、ね、そういう難しいニュースの作り方を余儀なくされたのがこのコロナ報道だったんだと思います。それからもう一つはもちろん今のことと密接に関連しているんですけども独自取材の難しさということです。 で、えー、ジャーナリズムの一番の特徴ですね思考性のつがどこへ出てくるかっていうといわゆるスクープです。他のメディアやジャーナリズムの業界や組織の人たちが、えー、なかなか手に入れることができないあるいは気が付かなかった情報をいち早く察知してで現場に駆けつけあるいは関係者にインタビューしてでその情報をすっぱ抜く。 でえー、他のメディアに先駆けて、えー、一般の社会の人々にその情報を届けるこれがスクープですけどもそういうことをしようとしても非常にできづらかったしづらかったで一つはやはりどうしても専門家会議をはじめとしてそちらからが情報の発信がそちらから行われるあるいは政府あるいはローカルガバメント、ね、地方政府地方自治体が やはりいろいろな決断をしてより多くの情報を蓄積しているのでそちら側から出る情報が非常に多いがゆえにいろいろな取材網を巡らして記者たちはジャーナリストたちは頑張ってはいますけどもこれぞとこれこそが今のコロナ報道の中で他のメディアジャーナリズムを出し抜いてですねいい情報なんだ。 役に立つ情報なんだ刺激的な情報なんだということで提示するそういうチャンスがなかなかないねあっても、えー、それはどっかでもうすでに見たような情報をちょっと色をつけ直して出しているだけだというようなことで独自,独自取材が非常に難しいものだということが言えるかと思いますであともう一つこのコロナ報道の特徴で挙げられるのは 批判や反論が難しいとよくジャーナリズムの主たる機能の一つとして環境監視機能とか権力を監視するって言い方がありますがゆえに、えー、ととその時々の政策やその時々の有力な社会風潮を冷静に観察してでですねでそれを批判する であるいは別のこういうやり方があるんではないか別のこういう意見も大事にすべきなんではないかということでオールタナティブですね代替の案を出していくというのはジャーナリズムの非常に大事な役割なはずです。でもこのようなまさに今まで例を見なかったような大きな出来事。 しかも自粛が続いてみんなが家の中から出ないようにした方がいいとか人とあまりコンタクトを取らない方がいいとか直接的にですね社会的距離を取った方がいいとかまあ簡単に言うと仕事もテレワークで職場に行かない方がいいとか今までの社会的な慣習とか慣例が180度全く通用しないような。 そういうう出来事が次次から次と起こってきたわけですそうなるとそのメディアやジャーナリズムは批判するというよりもその次から次と起きる状況を伝えるのに精一杯それで大変なんだとでもっと言いますとメディアやジャーナリズムの記者ジャーナリストたちもですね実は同じように3密は避けなくちゃいけない。 人とあまり会ってはいいけないですねそういうい状況になりますですでので取材することからして非常に困難であるとえ私も先日ある新聞社雑誌社の取材を受けましたけどもやっぱり Zoom でですね、えー、そのインタビューを受けましたその記者はですね最初電話でって言ってきたんですけど電話よりはズームにしましょうと,と言ったらその記者は「ズームできるなら」 先生そ,のそちらのキャンパスに行きますよとなぜなら私三田の出身ですからと言うんですねだけどもキャンパスの立ち入り禁止だからだからズームにしようと言ってまあよくあることですけども20分の約束が30分ぐらいのインタビューになってもうちょっと長かったかもしれませんけども無事を終えたということがありますですので日々こう動く事態にこう目を奪われざるを得ない状況 ですから逆に何を批判するかこれは後でニュースの物語のところでも触れますけども例えばパチンコの列に並ぶ人たちをある種こう批判せざるを得ない批判するんだとかですね自粛を要請されて営業を停止しないように要請されているお店をですね半ば同情しながらもなぜその店は開くんだろうかとかですね非常にこう スのままですね明確にメッセージを伝えられないままに批判的な素振りをするです、ね、そういうような報道が目立ったんだろうと思ってます。では続きまして今いくつかそのヒントになるお話はいたしましたけども続いてジャーナリズムとニュースを今お話したコロナ報道も含めて どう見たらいいのかっていうのでやや一般的なお話をしたいと思います。 非常に大雑把な書き方ですけども出来事とかニュースというもの特に出来事をです、ね、ニュースはどう扱おうとするかというと大雑把に言うとこの1つはその出来事が開始した始まったんだということですねでそれがどう展開していったんだでそれが最終的にどのような終結を迎えた終わりを迎えたのかですね これがニュースの物語というものを考える時の一番基本的な物語の構図です。出来事がでまあこれは終結あるいは今回のコロナ報道では終息ですね。 収束するあるいは完全に終わる収束するですね終わりの方ですねになるで今回コロナ報道は実はこれが見えないですね始まったのはどうやら中国の武漢で始まってそれが日本に日本の今メディアジャーナリズムも話しお話してますけども入ってきたとで感染者の数が増えてきて今この6月の初旬の段階でだいぶ落ち着いてはきたようだと。 しかしながら、いずれの専門家もです、ね、このまま収まると言っている人は誰もいない収束が見えないがゆえに来年のオリンピックの開催も含めて心配がずっと続いているという状況ですね。ですのでこのニュースの物語がなかなか通用しないということが1つ挙げられます。それからもう1つののニュースの物語が 善と悪ということですね。でこれはあの普通ニュースを作る時に非常に大事なです、ねえー、テレビでいうと視聴者新聞でいうと読者です、ねまあ、ネットでいうとアクセスしてきた人利用者になる,なると思うんですけどその人たちの共感を得ようその人たちに印象づけようという時にはこの「善と悪」というのは非常に分かりやすいストーリー物語。 とということになりま,すまああの犯罪とか例えばまあ本当に嫌ですけども戦争なんかの時はあこういうことが日常的に報道の中に埋め込まれていきます。じゃあ今回果たしてコロナ報道は善と悪この物語の中にうまく当てはまるんだろうかというと。 まあ、あのアメリカと中国の批判合戦で見られるようにです、ねえー、何が悪なんだろうかわ、ね、からないです,、ねえー、ですので、えー、ストーリー仕立てにする物語仕立てにするニュースの物語の基本的な原則が今回のコロ,コロナ報道では当てはめる応用することが非常に難しいという状況になっているかと思います。 でもう一つはあやはりこれは新聞とかテレビとかネットでもそうですけども善と悪の区別がつかなくなっている、まあ、これはコロナ新型コロナウイルスそのものの問題ではないんですけども果たしてこの自由民主主義を標榜しているこの社会がですねロックダウンのようにですね個人や ですね、社会の一部の部分を完全に閉鎖してしまうしかも強制的にですねこれは本来ならば絶対ありえない自由民主主義社会ではですねだけども安全のためだということで緊急事態だということで行っているですねでこれは永遠として築き上げてきた自由というものを我々は、えー、確かにこの安全と安心というものと引き換えにですね 多くの社会ではそれを今一旦手放したわけですね。でそれは果たしてその判断はあるいはそれがもたらした社会的な帰結というものの善悪なんていうのはこれも判断は非常に難しいです。ですから日頃絶望鋭いですね え割と批評って批判的な立場からさまざまな社会社会の動きを論評するえ評論家とかジャーナリストもですねことこの問題になりますとえ明確なメッセージはなかなか出てこない。しかも日本社会にとってはですね全くもって皮肉なことに日本社会がある種目標といいますかですねモデルとしていた欧米社会 ですね、それが政治的なシステムとしては、えー、日本社会というものがある意味では、えー、こういう政治システムというものに、えーまあ、今もそうだということは言いづらいですけどもかつ少なくとも過去は追いつこうとしていたそういう政治システム政治社会の方がいち早くそのロックダウンなんかをしてしまったと。で,す、ねでえー、日本の場合にはかなりその分慎重であったと。 でそう考えるとこの善悪ということの判断禁止をどこに求めるのかというのが非常に難しくなってきてると思います。でこのニュースの物語という大事なポイントなんですけどもそれはこのような形で生まれてきます。 社会的出来事が起きたとその社会的出来事、まあ、言うなれば無数に起きた社会,出来社会的出来事の中から、えー、メディアジャーナリズムの個人や組織はそれを選択します選び,選びますでその選んだものを取材しますで取材した中からいくつかのニュースとして成立そうなニュースの素材をですねボーンとこ持ってきます。 でそののニュースの素材をです、ね、編集しますで編集した結果がニュースになっていくというこういう一連のプロセスでニュースは出来上がっていますもちろん昨今の YouTube とかソーシャルメディアなんかであるように一気にです、ね、ニュースの素材のところから編集の方に行ってしまうそういうことでニュースが作られる場合もありますでも一番大事なのは ニュースの編集ですね。でここでそれぞれの、えー、メディアジャーナリズムの考え方が出てくる明確になるというわけです。言うなればこのプロセスを経て社会的出来事がニュースに変換する変換するという時にメディアやジャーナリズムが主体的に関わっていくわけです。主体的に関わるからこそ、 同じ出来事を報道してニュースにするにしても違うううニュースになるるととといい可能性があるということですでも実際は皆さんご存知のように非常に似通ったニュースが流れることも確かですでもその似通ったニュースということも一方においてあるんですけども他方においては例えば沖縄の基地問題とか日本の場合ですね憲法問題のようにニュースとなる時 非常に異なるです、ねえー、報道のされ方をする場合もあるわけです。で今コロナ報道はまさにこのプロセスの中で繰り返し繰り返し、えー、出来事が起きそれを選択し取材しニュースの素材で編集ニュースというプロセスを踏んでいると。でところが先ほどからずっとお話し,しているようなある種の制約がかかっている。 制約がかかっているからこそコロナ報道は非常に似通った報道になってしまっているなかなか多様な観点から本質に迫るという報道がしづらくなっているということが言えるだろうと思いますではちょっとコロナ報道から離れてですねじゃあこの一連のプロセスというのはどういうふうに発動していくんだろうかというわけですね。 で先ほどのニュースの物語ということから考えてみますとこれだけ書くとなんだかわからないと思うんですけれどもこれは社会的出来事の構成要素なんです。 だから例えばどういう人が関わったかとかですね、そういうものをとりあえずですね、こう社会的出来事あの場面の構成要素をやります。で、ニュースというのは、この構成要素の中からいくつか取り出しですね、それを、 つなげてです、ね、編集してでニュースにしますで先ほどから言ったようにコロナ報道の場合にはその選択ニュースにする構成要素の要素が非常に数的に限られているでそれが繰り返し行うもちろん先ほど申し上げたようにメディアジャーナリズムの側も非常にこの慎重になっているあるいは取材の仕方が制限されているっていうこともあって でそれを構成要素を並べてニュースの物語化してニュースにしていこうという時ですね非常にその限られた選択肢になってしまっているがゆえに本来多様な可能性を持つはずのニュースというものが限定されてしまっているということが言えるだろうと思いますでこう考えていきますとジャーナリズムとかメディアっていうのは 果たして社会を変えるんだろうかこういう今回のコロナ報道を見ていると全くですねメディアジャーナリズムは主体的に社会を変える方に関与してないような今の私の話だと感じるかもしれないだけども社会では全くそんなこと言ってないですねポストコロナという言い方が普通に言われているじゃあそのポストコロナ 日本の潮流流れの中に日本のメディアジャーナリズムは入ってないのかそんなことは全くないですね大きな社会の中の流れ,流れの中にですねメディアジャーナリズムは苦戦しながらもその事実を一生懸命そこで起きた出来事を伝える中でその大きな流れをですね前に推し進める力にはなっているですから私は メディアが社会に直接的に働きかける社会を変える時もあるけども本当の社会のが変わる時の大きな流れといった時にはメディアやジャーナリズムはやはり社会の中のメディア社会の中のジャーナリズム社会の全体的な動きの中で象徴的な役割を果たすかもしれないけどもメディアジャーナリズムだけが社会を引っ張っていくという 見方方論じ方はできないだろうと思ってますそれがまあここで言うところの社会やメディアっていうものが一定の価値観から出来事をニュースに変換しで、えー、視聴者読者利用者のニーズに応じてさまざまな情報を出しでそれは社会を変える力にもなりうるんだけどもそれは他方では社会を維持する役割も果たしていると。 で大きな変革の流れという中では非常に目立つからその部分に注目を集まりやすいんだけどもメディアやジャーナリズムはその渦の真ん中にはいるけども独自で社会を動かすという見方はやはりできるだけ避けた方がいいんではないかというのが社会と向き合うジャーナリズムを考える時の一つの重要な視点なんではないかと思ってます。では続きまして やや視点を変えてですね感情の政治とジャーナリズムという問題に移っておきたいと思います実は問題や争点 というの社会で起きている問題、出来事、争点というのは我々は個別に起きていると考えがちです。普通は考えます。例えばアメリカの大統領選挙とそれからコビット19ですね新型コロナウイルスの問題っていうのはこれは本来全然違う問題ですよね。でそれからアメリカの人種問題。 ねね、人種問題は確かに大統領選と関わるかもしれないけども、えー、例えば4年前の大統領選挙ですねトランプさんが、まあ、クリントンさんを任したあの選挙の時に人種問題が前面に立ってたかっていうとどうやらそういう記憶はないですねでそう考えるといろんな問題や争点っていうのがいろいろな個別に運動していく。だけども今回のように 先ほどから申し上げたような1995年の地下鉄サリンとかそれから同時多発テロとか東日本大震災とか今回の新型コロナウイルスのような問題が出てくると。 あまり分かりやすい図ではないかもしれませんけどね、えー、あちら側の図はです、ね、いろんな問題が相互に関連し合う可能性を示していますでこちら側の図は今お話ししたようにですね大きな社会的に大きな出来事がで生じてきた時に争点連関とか問題連関リンケージって言いますけどねそれがこうくっついてくるんですね全てがコロナの問題と関わってくるかのような 認識認知のされ方をする,するしてしまうということなんですね。ですから例えばえいわゆる日本の場合でいうと検察庁問題ですね検察ですね。でえまあ,あのように非常に大きな問題になってでえ安倍政権はですねえ今回の検察問題については 世論あるいは野党の皆さんの主張にですね譲歩する形ででその執行をですね取りやめたと延期したということになりましたでその時にどう語られたかっていったらこの日本社会が深刻な危機を迎えてる時になぜこの問題争点を提起 したあるいは提起しない形でそっと通過させようとしたのかという批判が盛んに出たのは皆さんご存じの通りですね。から先ほど申し上げた、えー、黒人のですねアフロアメリカのです、ね、アメリカの問題もそうですね、えー、背景に何があったのかというとこの新型コロナウイルスで、えー、そのお 罹患したた方方とか亡くなった方の、えー、アフロアメリカン黒人の方たちの割合が高いとかですねでそれは職業階層的にですねテレワークなどできない仕事に多くついてるからじゃないかとかですねそれからアメリカの医療保険制度に問題があってその恩恵を受けられない人が多いんではないかとです、ね、そういう言い方がされる。ににその問題を中心に ある種の問題ネットワークというものの真ん中にですね問題群、想定群の真ん中に新型コロナの問題が位置するようになりでその周りに社会不安とかですね社会的不満というものとさまざま問題がリンクしでコロナの問題と結びつきで論じられ報じられるようになってきたということですねでそれは一方においては いろんな考え方がぶつかり合ってである種反目し合いある時は合意してある時はある問題がについての意見が譲歩してとかそういう図式と見ることができるだけど他方においてですね非常にこの問題の本質ももちろんなんだけどそれ以上に重要だったのは感情的な世論の高まりということに メディアジャーナリズムは非常に大きく指揮をしでそれが結果的にです、ね、その政策の変更を促したんだという見方も十分できるかと思います。でその場合大事なのはマスメディア従来型のマスメディアですねテレビとか新聞と同時にいわゆるソーシャルメディアが連動したということです。 ソーシャルメディアとマスメディアというものがまさにタグを組んでですねお互いにお互いを引用し合ってお互いがお互いを刺激し合ってですねで既存の政策もうすでに出来上がった政策ってしかも決定する寸前までいったところをひっくり返したとあるいは大きな力うねりとなって大統領府とか首相官邸を追い詰めてったということは言えるだろうと思います。 でも待ってよとソーシャルメディアはマスメディアをあれほどに批判しまくってるじゃないかとしまくってるしマスメディアの方はここ最近のですねさまざまなあの女子プロレスラーの方がく自殺してしまったなんかっていう事件が起きるとソーシャルメディアというものの規制について考えようじゃないかと盛んに言っているですね。 ですからマスメディアとソーシャルメディアっていうのはまさにある時は結びついて大きな世論のうねりを起こすでもある時は批判し合って反目し合うというそういうまさに二面性を持った関係なんだということが言えるだろうと思います。でそれが大きなうねりになって結びついてですねで世論になっていく時ただ繰り返しますけどこの世論は決して 合理的に考え理性的に判断したものだけなのかっていうとそういうことではないと思います非常にこう情動的感情的ですねそういうものに根付いた世論だからこそそういう世論は短時間のうちに急速に盛り上がって高揚してで社会を変える力になる場合もあるんだということですね政策を変える力にもなるんだということですですから 私たちはこういうメディアジャーナリズムと世論との関係を考える時に確かに理性的に合理的にきちんと考えた世論は大事にしなくちゃいけないそれは最もですだけども社会の変革を短時間のうちにですね政策の変更を短時間のうちにやらないと間に合わないなんていう時には意外とこの感情の政治がですね大きな威力を発揮する。 です。す。難しいですでも政治とか政策とメディアとの関係を考える時にはその面を見落とすと特に大衆民主主義というものを考える時には重要な視点を欠如させてしまうんではないかという気がしています。 で、えー、やはり最後に述べておきたいのはフェイクニュースの問題とかあるいはポピュリズム政治の問題というものがあると思いますでもこの問題については言葉としては非常にある種神聖に響くかもしれないポスト・トゥ・ルースなんて言い方もここ数年の間に言われてきました。ででも今お話しさせていただいたただようにですね、えー、実は このフェイクニュースだろうがポストトゥルースだろうが要するに感情に委ねた政治感情に委ねた世論というものがですね非常に危険性をあの持っているんだ危険なものなんだっていう考え方は新しい言葉を使って特にソーシャルメディアとの関連で出てきましたけどもそのこの点の問題の危なさ危険性についてはですね かかなり前からもう近代社会が始まった頃からずっとこれは大変なことになるぞということで指摘されてきたことです。で、えー、考えてみますとマスコミュニケーションマスメディアというものが生まれて私はよく「マスコミュニケーションは国家を必要とし国家はマスコミュニケーションを必要としてきたんだ」と言いますけども。 みんなで情報を共有してで一つの社会というものを作り上げてである面ではその民主主義というものを成立させるために一つの国家という単位を大事にしながらさまざまな意思決定をしてきたともちろん国家というものはいろんな面で先ほどの自由と規制の問題で難しい面もありますけども現実に我々が経験してきたのは 大衆民主主義であるマスデモクラシーと国家の民主主義であるナショナルなデモクラシーなんですね。でそういう中でメディアジャーナリズムは今お話してきたような役割を果たしてきた。でそれはなかなか一義的すっぱりと割り切って評価することは本当に難しいです。で最低限どこまで我々は メディアジャーナリズムの活動を我慢して見守ることができるかという最低のラインを設定するのも非常に難しいです。でも今の社会というものが仕組みとしてできるだけ多くの人々の意見を取り込んでその意見を反映する中で社会を組み立てていこうという仕組み制度は保っています。ですのでこの仕組み制度を保つというその一点の視点からでいいから。 今までの新聞ラジオテレビそれから新しいメディアですねソーシャルメディアというものを評価するそういう視点を確立していくことがやはり必要なんではないかと思ってます。でその時にプロフェッショナル専門家って何だろうかっていった時に僕はこれいつも言うんですけどジャーナリストっていうのは記者というのは2つの面があると思って いますもちろん一つはそれで、えー、サラリーをもらってるとかです、ね、プロっていうのはそれで賃金を得てるとかお金を稼いでるっていう面でのプロっていう意味ありますけどそういう話を脇に置いてですね、えー、プロというのは一つはですね何も考えないでも仕事がでできちゃう人ですですから、えー、もうある種それは惰性って言ってもいいですね。何もも考えないもう 何も考えないって言い過ぎかもしれないですけども他のことを考えながらその仕事をこなしていってしまうプロですね。でこれは僕はよく自動販売機の方のプロフェッショナルだと言いいますけども要するに何かポーンと刺激があればポーンと出てくる例えば出来事が起きればはいニュース一丁上がりって出せるそれプロですね。でもう一つはずらせるプロ,プロです。今までの視点とは違うんだ。 今までの観点とは違うんだということを常に意識して先ほどのあもう消しちゃったんですけど新しいニュース出来事の構成要素を見つけ出しかといって、えー、今まで慣れ親しんできた他のニュースの構成要素の中にうまくそれを取り入れながらですねで,できるだけ多くの視聴者読者利用者に理解してもらうことを目指しながらも 今までの価値観を少しずつずつらせる、あるいはみんなが見落としてきたものを発見できるそういうプロそれがジャーナリストとか記者のもう一つの重要な側面だと思っています。ですので、えー、もちろんこれは一人の記者ジャーナリストには両方の側面を有していると言ってもいいかと思います。どどちらかに多くの比重が偏っていいるととうこは当然ありますけども。 ですからメディアジャーナリストは先ほどから言ってますように決して単独で社会を引っ張る社会を変えていくわけではないんですけどもえ常に社会の維持・判定を図る再生産する側面ともう一つはずらしながらですね社会を変えていく可能性というものを高めるという側面を持っているんだそれがジャーナリズムなんだということを 最後にお話して私の講演を終えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。